ょう。はい。はいはいはい。いくよ。せーの。ドーン。あー。約9キロあります。重っ。でっか。結構重いよ、これ。ドーン。あー、すごーい。すごいね。もう、ツルツル、腹パン。よし。じゃあ、この越前風味舌下で、さばいていきたいと思います。さあ。どこからか。まず頭を落としたいんだけど、俺、こんな、初めてさばくからさ、わかんないんだよね。とりあえず頭このまま。柔らか、結構柔らかいね。落としていきたいと思います。おお、すっげえ、すっげえ。包丁に油べったり乗る。いや、ちゃう。すごい油や。すげえ、いい感じで取れた。すっげえ脂乗ってる。はいはい。ということで、これを数日これで寝かしていきたいと思います。はい、いってらっしゃい。ここでいいよ。はい、危ないぞ危ないぞ危ないぞ。はい、ということで、うん、はい、ということで、今から焼きそばをね、焼いていきたいと思います。まさか初めてじゃね、外でバーベキューって。大興奮だよ。なんかすごいね、ルイくんがあと遠慮がちに玄関から顔出してるんやけど。めっちゃご機嫌やな、お前。いらっしゃいいらっしゃい。で、これを最後に投入。はい、おお、美味しそう。そうすると簡単に焼きそばの完成です。いつもこうやって作ってるよね。さあ、次はお肉焼くぞ。あ、お肉はまだだ。先に刺身やっちゃわないといけない。好きやもんな。マヨリモ、マヨリモ、刺身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 。もういい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 。はい、いらっしゃい。
嫁さんは？あ、来た。うん、はい、こんにちは。どうぞどうぞ。さあ、もうすでに遊び場になっております。おし、結構10キロ近いマグロって結構取れるんやね。一応ね、海とかよくわからんね。わかした。オッケー。なんか大吉さんなんか今野球で今福井やって、で今こっち向かってるって。お父さんにいんでよかったね。焼きそばもう食べれるから。あ、じゃあここに鶏皿とか。早くも子供たちが楽しそうに遊んでる。何してるんかな。いいね。そう、ほんと全部中トロやね。こっち大トロやし、こっち中トロやし、めっちゃ脂乗ってる。もう大トロ、大トロ部位がめっちゃいっぱいある。何、分厚くてもいい？分厚くていい？分厚いのはね、贅沢食いしましょう。すげー分厚い。みんなのこんな分厚い。なんかステーキみたいなのも厚さ。本当やって、すごい、すげえ、すごい。やった、暑い。お願いします。こんにちは。来た来たよ。こんなお店で注文したら。いやいやいや、もうありえん、ありえん金額や。すごい、マグロのてんこ盛りです。大吉さん後から今来るから、じゃあその一皿を、一皿をまずは、はい、はい、マグロてんこ盛りでございます。そう、いただきます。いただきます。はい、いただきます。マグロが、とろける。美味しいね。はい、じゃあ次ね、焼肉なんですけど、まあ、これさっき作ったローストビーフ、低温調理でね、表面焼いて低温調理で中まで火通してます。で、鶏肉で、豚肉、牛肉、鹿肉、そして親肉、そして地元のね、岩本精肉店っていうところがあるんだけど、そこのホルモン、そして今回メインになるのが、焼肉のメインになるのがハラミ。すごいと思わない？普通ハラミってさ、売ってないんだよね。ネットで注文できるんだけど、木之助さんのタレ漬けハラミと牛ハラミと味噌漬け牛ハラミ、これをね、75、75、1.5キロ取り寄せました。何の部位かをね、まずみんなにね、焼肉って出してみたいと思います。で、どういう反応をするか楽しみたいと思います。ちょっとモザイクついてみる。はい、玉の光と日本の翼。飲みたいと思います。あ、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。美味しそう。うわ、うまそう。持ってって。はい、お肉来ました。さあ、これは何の肉でしょう？え、広くなら分かる。さあ、これは何のお肉でしょうか？何の肉？広くなら分かる。え、これはハラミ？ハラミ。ハラミ。珍しくない？ハラミってそんな売ってないのよ。で、それをネットで仕入れて、今日焼肉で出してみました。味付けが、そう、味噌ついてるのよ。ガブッといったよ。おー、一口でいった。どう？どう？美味しい。美味しいよね。別に言わしてるわけじゃないからね。もう本当に美味しい？美味しい。食べてみて、食べてみて。ハラミをなかなか家では食べれないハラミです。もう一口でいった。今日だってあれ全部肉を食べるまで帰るまっていいんですか？そう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 。
ちが帰れない。どうよどうよどうよ。おいしい。いいね、いい笑顔やね。さあ、大盛りのご飯でございます。じゃあどんどんお肉焼いていきますんで。はい、お願いします。さあ次は、次は、さあこれはタレ漬けのハラミ、さっきのは味噌ね。美味しそう。いい匂いする。めっちゃいい匂いしてるよね。早く食べたい。大さん、早くんとなくなってまうで。本当だよ、こんな美味しいのペロッと。よし、よし、第2弾。はい、お肉来ましたよ。次また味違うやつです。さあ、第2弾。さあ、これは、いやいや、美味しそう。さあ、何でしょう。でっかい。さあ、何でしょう。そう、それタレ、あ、タレ漬けってことか。そう、味がちょっと変わって、どうですか、お味のほどは。うまい。噛み応えが。さあ、タレ漬けの方のハラミです。うん。これ一口でいった方がいいね。すごい、すごい噛み応え。あ、まず美味しいね。柔らかいけどすごい弾力があって美味しい。食べてるって感じ。あ、これうまいわ。はい、マイゴー。はい。よし。今日ね、うちの嫁の誕生日なんすわ。実は。はい、ハッピーバースデーおめでとう。イエーイ、おめでとう。おめでとうございます。さあ、食べましょう食べましょう。今からお肉またね、焼いてくんで。さあ、第3にちょっとこの肉何か当ててもらおう。これ肉あれるんで。さあ、焼けたよ。さあ、焼けたよ。肉あれるんで。さあ、何の肉でしょう。サッカーしてる。めっちゃこわごわや。柔らかいけどめっちゃ弾力あるっしょ。うん、何の肉。おいしい、まずい。ハラミハラミ。めちゃくちゃ。いや、うん、弾力がすごいねえ。めっちゃこう食べ応えあるよねこれ。いや、でもうまいねえ。はい、隣のおばちゃんから差し入れもらいました。早いもん勝ちです。お、早い、2つ持ってったよ。2つ取ったと思ったら妹にあげてましたね。ありがたや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 。めっちゃ似合うやん。ハワイユです。違う、違う、感じやった。浜崎ゆうくんです。山下 D 大輝です。ハラミです。どうでした、さっき。いや、美味しかったよ。
通にほら鹿とか羊だと思って警戒したけど食べたら普通に美味しかった。ほらこれ羊とか美味しいって言っていいんかなと思ったけど普通に美味しかった。いやマジこれね食べ応えめっちゃあるよ、ね、あるで味もしっかりしてるから、うんうん、ちょっとこう年寄りにはきついかな量があると。だって250で1パックなんだけど十分すぎるほど家族全員分いけるねえ。うちは食べ盛りの子供いるからいいけどねえ。第2弾できたよ。今度は味噌漬け、さっきのタレ漬け。うん、アイス食べてます。うちのカカです。村もこいや。ちょうど、入品局の入品局じゃなくて、もう出て待ってるで、出て待って、俺が出て待ってるでな。はい。じゃあ、公式のツートップ。おお。若い衆ツートップ。おお。こんばんは。こんばんは。定地の星二人組。おー、いつもお世話になってます。ありがとうございます。はい、いい感じに焼けてきました。はい、焼けてきましたよ。お皿足りないね。でっかいの持ってくるわ。そうやね。ちょっと待って。これは鹿肉と鶏肉とネギです。もうそれに塩コショウで。あー美味しそう。いい匂いしてるよ。もうそろそろ出来上がるで、ちょっと頼もって。はい。どうも。はい、どうぞ。定地のこれからの星です。美味しそうなお肉が来ました。さあ、私の大好きなネギです。自分のチャンネルみたいな。さあ。村くん、はい、まず味見をどうぞ。いただきます。そさあ、お味の方はうまいっす。あれ食べた、あれあれさあ、あれは肉よ。どう見ても肉やん、これ。先にこのボリューミーなお肉を一口で。うんま。若いってすごいね。めっちゃめちゃ柔らかくてうまいっす。いいよ。ね、うまいな。美味しかった。ビール一つ甘いっす。美味しいですね。油で開けてもらうの。これは開けたら全部飲んでまわない。誕生日おめでとうって開けた。さあ、はい、やろう。さあやろう。いつも支えてくれている嫁のためにこれ絶対開けるよ。ボジョレ・ヌーボー。バセ、バセ、バババババセ、バセ、バセ、バババババセ、やっほー。これゴー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。いつも支えてくれてありがとう。つけ一気で。すげえ、ホストや。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ。さあ、はい、さあ、さあ、いただきましょう。さあ、カメラを持てよ。カメラ持てよ。今日は僕のために終わった。違う。違うか。会を開いてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。乾杯。乾杯。大丈夫。あ、うまい。あ、うまい。飲みやすい。お肉やすよ。どうするこれ。ゆで流れるやつ。私。これで、これで大丈夫したんですか。それはそれでやばいです。
適当寿司楽しい寿司いただきますおいしいですあのグルメのわさびもあるんだお好みでわさびだめわさびだめそっかまいうおふろがそっち2つ食べてまいってそこちょっとえぐれってシャリちょっとかじれってレコアですかこれそれじゃバレるだろ量がひろつぶさん手邪魔あこれ見えてますって見えてますって下手すぎる隠れてないって隠さない YouTube 魂が隠さないこれちょっとこれシャリじゃないネタ変えよう大きいのに変えようネタ大きいのに変えようたきさんここらもネタでかいおそれでいいよあそれいいはいじゃそのわさび関係だからはい奥さんからアンサーしてあげようじゃあ食べるしろちょっと醤油を先かけてきますねあいこはい特製寿司行っちゃいましょう食べさせてみたいと思いますはい皆さんが美味しいを作ってくださいね確かに多かった多かったですねこれ大丈夫大丈夫これ美味しいを作ってくれていやめっちゃありがとうございますいただきますいただきますなんか見えてるけどいただきますはいせーのお茶含んだ瞬間やばかったぶわー広がった今パパ辛い食べたの今これなめっちゃうまかったこれ何の罰ゲームうわ辛っあ辛いちゃった行っちゃってわさび三段やべえ、余裕やんあ、いけるんや辛いの大丈夫ないやいや、涙目なやってみちゃって拭いたらかんで、拭いたらかんで俺さっき拭いたでやっちゃったあんた、テレビでさブーッと拭くやんあれ、上手にあんた欲しいやと思ってたけどいや、マジでね今、キラキラになってるやつキラキラだなさあ、終わりましたねはいねめっちゃ賑やかやったねめっちゃ楽しかった、楽しかったね、あれ、なんだこれ誰をこんな気利かして嬉しいねいいね、またやりましょうね。やろうね。サンキュー服とかやって。嬉しいね。うん、書いてくれた。はい、じゃあまた。